キネマティクスボリューム1チャプター8の31です。スカイショックバルーン with a scientific payload rides at a rate of 1000 feet per minute at an altitude of 30,000 feet the balloon bursts and the payload free falls such dust do occur. A. For what length of time was the payload off the groundB. What was the payload speed at impact? Neglect air drag. 空気の摩擦がないときに、分速1000フィートの割合で、気球が上がっていって、で、3万フィートのところでバルーンが爆発して、ペイロード、なんだろう、荷物を運ぶところっていう意味で、客席ですね。客席が自由落下し始めちゃったと。で、当然初速度は上向きに1000フィートパーミニット、1000割る60フィートパー秒で、こう一度上がってゼロになってまた放物線で運動して。ものすごく加速して落ちると。で、飛び始めてからどんだけグラウンドの地上よりも上に上空にペイロードはいたか、B の方で、インパクト衝突の時には何メートル毎秒何フィート毎秒のスピードでいくかと。で1フィートイコール 0.3 なんですよね。コンバージョンのなんとかかんとかメートルで、9.8G イコール 9.8 メートル毎秒っていう重力加速度が 32.152 メートルフィートパーセカンド上だという変換をしておいてですね、それをしないと、よくわからないので、でネットには、フィートをメーターにするっていうのがありまして、カリキュレーターがありまして、3048でしたね。メートルで 9.8 メーターパースケアセカンドなんで、これフィートで計算して揃えようっていうのが便利なんで、今の場合 32.152 フィートパースケアセカンドにしとかなきゃいけないと。でこう上がって落ちるんですけど、ここのところの高さ H イコール3万フィートで V0対象に V0 ならこの部分 のここの時間を T イコール0としておいて、でじゃあここはどんだけ T ダッシュかかったかっていうと、で一定の速度1000割る60フィートパーセックで言ってるんで、それかける時間イコール3万フィートになる時間プラスT0 で、来て、T のところで、衝突するという時の式を打てる時に下向きに 32.152 の重力加速度があって、でこの方向に Y を取って、円軸上向きに Y を取ると Y2.イコールマイナス G で Y.イコールマイナス GT で T0入れるとちょうど、速度が V0 なんで V0 で、Y イコールマイナス2分の GT の2乗、プラス V0T、プラス T0 入れると高さ H なので H で、まず、何秒かかるかっていうのは H 分かって V0 分かってるから、これからちょうど Y が
ゼロになるところ、ここをゼロにしてここを H にしているので、ゼロイコールっていう、これイコールゼロの式から、GT の2乗マイナス 2V0T マイナス 2H イコール0を従って、T イコール G 分のマイナスの T プラスマイナスルート、V0 の2乗マイナス AC でプラス 2GH、これに V0 に、1000÷60、H に3万、 D に 32.152 を入れてやって計算すると、ちょっと計算機がこの時必要になって、2GH が 2×32.152 かける高さが3万フィートで、そいつにプラスの V0の2乗 V0 の2乗をかけて1000、6分の10ですね、60分の1000、6分の100、1万割る事情をしたんで、1万割る536、下ののをルートしたやつ、このルートに、が1389.02 って値で、 V0 がこういう値なんで、マイナスじゃなしにプラスの方で、でプラス1000÷60 ft/min を G32.15 で割ると43.72秒出てます。だからで、でもって、H だけまず等速で上がるときには、この T ダッシュ、T イコールトータルの時間、 T イコール T プラス T ダッシュでイコール 43.72 プラス T ダッシュはいくらかというと、3万フィート一定の速度 V V0T ダッシュイコール3万だから、3万割る1000分の60で1800m、これは1800フィートなので、足すと 1843.7 フィートとなるはずですでですね、この変換によるとですね、でからで、この時間でなので、この速度 V、 ここで使う時の速度 V はマイナス GT、ここをゼロとした時の T を入れてやればよくて、でこの T ですね、この T 入れて、プラス V0 イコールマイナ、V0 が、これはあくまでもこの方向上向いてるので、6分の100マイナス 32.152 かける T が 43.72 という値で、計算すると 100÷6 マイナス、下向きでマイナスに出てくるんですけど、それは大きさだけ言えばいいので、最終的にはマイナス 43.72×32.152 はマイナス 100,389 フィート、マイナス 1389.018 フィートパーセク、フィートパーセクです。かかって、速さの大きさっていうのは1000
389fps というものすごいスピードで、1389フィート、まあ 0.3 の台だから、400m 以上、 400m パー強のすごいスピードで落下することになります。空気の摩擦がないとすごいことになりますね。ちょっと結果は若干数字がで答えと違ってるんですけど、換算のところで多分ちょっと違うんだと思います。